こんばんは。晩ご飯の紹介をする。これはスープだ。これはご飯だ。これはレンコンだ。レンコンのきんぴら。これはしらす。鮭。アボカド。そう。カツオのたたきがこれ。そう。これをかけていただく。やったー。正解だ。で、ちょっと片手で、これちょっとかけるよ。ドバーッ。そしてこれはサラダだ。ブロッコリーとカリフラワーだ。あとはレタスとサニーレタスと玉ねぎとアボカドとカボチャが入っている。あとあれだ、ほうれん草。これはコーン。これはね、トウモロコシ。ポテトとトウモロコシ、マッシュポテトとトウモロコシ。そしてこれがリンゴだ。デザートね。本日のデザートリンゴだ。はい、はい。何一番嬉しい？それではいただ。いや、何一番嬉しいっていうの？何一番嬉しいって？これ。あ、ポテト？違う。コーン？コーン。コーンの方。まあでもこれ真面目にトウモロコシやったからね、あの缶のコーンじゃないからこれ。そうなんだ。うん。トウモロコシを包丁で買って。違う、ただ多分ひたすら剥いたような気がするよ。だってよく見てみ、これ雑多だな。ほら、これここ一粒一粒か。ここだって粒の、ほらあれがあるし、粒のあれがある。多分ね、飽きるまでね、ちゃんと手でほぐして、なんか飽きてきたら包丁でギュッてやってような気がする。気が遠くなるんだもん。で、それではいただくれない食べ物。俺食べたぞ。見て。母ちゃんはサラダがでかい。ベッドサラダ。こう、すっごいいっぱい入ってるね。ベビーリーフとか、小松菜とかも入ってて、ブロッコリーの芯とかも入ってるし、あとほうれん草も入ってるし。適度にお肉と野菜のバランスを考えないとね。できれば、野菜、ベジファーストね。野菜を先に大量にいっぱい食べてから、できれば水の方を飲んでる。いやさ、お腹ポコッと出てたからさ、ちょっとほんと筋トレしないとやばいよ。あれ、水をガブ飲みした後だからな。いや、なんかだ、シックスパッド具合が全然、シックスパック具合が全然ダメ。あ、ちょ、シックスパッドやるか、お前も。台所で水がぶ飲みしたからね。いやだってでも前は仮面ライダーみたいに洗濯板みたいにカチカチで。いや、出さなくていい。いや、でももっとちゃんとしないとダメだ。洗濯板だぜ。もっと仮面ライダーみたいだったお前は。そんなこと知るか。トレーニングしないとやっぱきついね。俺トレーニングしてるぞ。鮭だってさ、焼いたんだよ。アスタキサンチン。そう、かけてさ、三色丼っぽくして、で、マグロはね、マグロの代わりにね、ちょっと、今自粛生活なんで、今月は税金をね、払ったから、マグロの代わりに税金ってなんだよ。違う、だからマグロが買えないから、ちょっともう、ホワイトだよ。なんか赤っぽい要素がないよ、マグロの赤がさ。マグロの赤がない。見てください、皆さん。何？いいの？ちっちゃいイカが入っておりました。いいの？イカかタコかわかんないけど食べるか。マグロがさ、高いので買えない。高いからさ。ちなみにさ、ヒロノスケさ、白身魚が好きみたいだよ。そうなんだ。くっそ高いタイ買ってた。マジかよ。クソ高いやつね。マジかよ。アボカ
がでさ、しのぐとかっていう、あの発想がないのか的な。あのアボカドに醤油かけて食べると、うん、割となんかうすらマグロ食べてるみたいな気分になるから。そうなの。そうやってみ、醤油そこにあるから。それでは、あーでね、このね、カツオは、カツオのたたきはなんかめっちゃ玉ねぎとネギが冷凍、冷凍で届いた、あの検証で当てたやつ。マグロっしょ。マグロじゃないの？アボカドだよ、普通の。バカも、それをなんかあのマグロだと思って食べるんだよ。俺マグロ食べなくてもアボカドに醤油食べたらただうまいと思うだけだけどね。あ、そうなの？ならいいけど、うん、あの、うん、まだまずいとは思ってないけど。今月はね、あの税金ゾーンだから、土道の税金ゾーンで、今日、ま、平日だったみたいでさ、払ってきたよ。また来たから一括払いね。車の税金と、車の税金はコンビニで払って、あの、税金だけ。税金、あれはなんか4回分のやつで、あのめんどくさいから1回で全部払いますって言ったらさ、なんか1個のやつが、なんか4月末までの期限だからどったらこったらとか言ってたのに、うん、なんかあのドンみたいなやつが出てきてさ、ドン大丈夫っすよとか言って全額払えたみたいな。分納とかめんどくさいよ。口座から勝手に引かれるのも嫌じゃん、うん、紙なくしたっていうことでさ、うん、ばっくれようかと思ったんだけどさ、うん、昨日ちょっと掃除したら出てきてさ、うん、うん、請求書来たら払わなきゃ気分悪いじゃん、うん、払ったよ。ワイルドだろ。まだうちは自粛生活が続くんだ。次はね、次は今月は税金で死んで、来月は車のタイヤ全交換っていうミッションがあるから、また死ぬな。しばらくこの全交換かよ。しばらくこの質素っぽいご飯でしのぐしかないんだ。いやでもこれ美味しいよ多分。豪華に見えたんだが、カツオのたたき冷凍なんだけど、ここの土佐のたたき、あれでしょ、買った、あの左右が乗ってたでしょ、あの冷凍のカツオのたたき来た時にさ、あれか、なにっつって発泡しろ、あの時のやつだよ。なに、じゃあいいですか、私も食べたいので。じゃあということで、